こんばんは、ドンチャンネルです。3月4日、夕方だけどさ、え、これ本当にっていうニュース、ヤフーに上がってるんで、これいきますね。3月で終売予定のチェルシー、スカッチって何黒箱の理由、CM ソング歴代歌い手は20組以上。うん。あなたにもチェルシーあげたい。という印象的なコピーでおなじみのアメガシチェルシー。 明治本社東京都中央区は今年3月末をもって販売終了することを予定しています。チェルシーがなくなっちゃうってこと ?1971 年昭和46年の発売から53年という国民的スイーツだけに SNS でも惜しむ声が目立ちます。えっと、今年還暦を迎えた僕たち1963生まれが、えー、っと、8歳の時か。 だよね、昭和38年が僕たち昭和46年がチェルシー8年後だもんねだからちょうど僕たちが小学校に入った頃からチェルシーが発売されて遠足のおやつは300円がとばってんがバナナはおやつに入れていいんですかとかさ <laughs> そんなことを言ってる時にチェルシーが登場したっていうことねうん。 その味わいが懐かしい思い出と結びついている人も多いのではないでしょうか。そこで今回改めてチェルシーに注目、歴史や素朴な疑問を紐解きます。スカッチの意味。チェルシーは発売の2年前から進められた一大プロジェクトだったといいます。当時同社が今までにないを求めて着目したのが英国北部スコットランド伝統のスカッチキャンディーでした。 スカッチとはスコットランドでも洋酒のスコッチでもなく高温で煮詰める工程スコーチングから来た言葉初代はバタースカッチ、ヨーグルトスカッチの2種類でした日本初の製法で丸々がアップチェルシーは練り合わせた原料をそのまま型に流し込む製法で作られています当時日本初導入だったその製法により口当たりの滑らかさが向上 またそれまで5から6%が限界だったバターの含有量を2倍以上に増やすことができたことからバター風味たっぷりのチェルシーが生まれたのです現在バタースカッチには発酵バターが使用されています商品名は約3000通りの案から厳選、えー、開発過程で苦労したことの一つがネーミングだったそうです 新しさを感じさせる英国のイメージなど4つの基準をもとに約3000通りの案の中から候補として残ったのがチェルシー、ロンドンの中心部の、えー、南西にある地区の名前と、キングスロード、チェルシー地区にある通りの名前の2つ。最終的にユーザーへのテストを経てチェルシーに決まいりました。黒い箱の誕生。 チェルシーの象徴である黒色のパッケージは斬新さ、英国や高級とのイメージ、店頭で目立つこと、テレビ映りの良さなど6つの基準を満たすものとして生まれましたうーん。当時第一線で活躍していた3人のデザイナーにそれぞれ制作を依頼。その中で選ばれたのが黒地に花柄でした。やっぱ昭和よね、花柄はね。うん 箱入りなのも、袋入りの飴菓子が主流だった時代に、やはり斬新さを打ち出そうとこだわった点でした。当時の飴って言うたら、やっぱ甘露飴だよね。<laughs> そこに丸みを帯びた四角い粒のキャンディーが収まることになりました。チェルシーの歌。これをね。チェルシーを語る上で欠かせないのが CM ソング、明治チェルシーの歌です。ほら、チェルシー。 もう一つチェルシーのフレーズがひこ広く世間に浸透しました塩安井一美さんが曲は小林亜生さんが担当初代の歌い手はチェルシー発売年にデビューした恋人もいないのにがヒットした女性フォークディオ「シモンズ」でしたその後うーんいろいろスターの名前が載っているけど僕がアイキャッチになるのは八神純子さん でアミンアグネスちゃんシーナシーナロケットのシーナさんも歌ってたんねでパフィーケミストリーねええー、20組以上のアーティストが歌い継いできました2005年それまでの16組のバージョンとカラオケ年代ごとの4バージョンを収録した CD がリリースされたことからもいかに親しまれた歌であるかが歌うかがえますとあー YouTube でねこれ拾えるんで聞いてみたらいいですよ 矢上純子さんのチェルシーの歌聞いてもね、やっぱりこう、ああ〜水色の雨のあのフレーズがなんか乗っちゃうのね。<laughs> やっぱシーナさんの歌うね、あの、チェルシー。でもやっぱりこう、それが私の素敵なっていうね、あれがやっぱ被ってくるしさ、うん、いいよね。 そうパフィーもいいよね、うん。はい。いかに親しまれた歌,歌であるかが歌伺います。年代ごとに新たなアジアバリエーションを生んだチェルシー、コーヒースカッチ、アーモンド、フルーツ、ライトバター、カフェオレ、ロイヤルミルクティー、えー、シェールパティー、イチゴミルク、抹茶ミルク、焦がし黒、焦がし黒糖ミルク、 桃ミルクなどのフレーバーが世間を楽しませてきました。缶入りやギフトボックスが登場したこともありました。また、89年にはソフトなキャラメルタイプを2000年代にはビスケットやチョコレートも送り出されました。80年代後半に登場したアソートシリーズは継続。箱はもちろん、袋パッケージにも誕生当時のテイストが受け継がれています。いかがでしたか半世紀以上愛され続け、 惜しまれつつ終売を迎えるチェルシー。そのつるんとした滑らかな食感と豊かな味合いは、あの日に連れ戻してくれるタイムマシンであるとともに、この先への活力をもたらす存在と言えるかもしれませんね。っていうねあ。ライターさん頑張ったね。うん。やっぱこう、あれ、自分の記憶だと、やっぱギンガムチェックの スカートを履いた女の子が、えっと、列車の横に立っていて、なんかね、お友達かがなんか列車に乗って旅立っていく。で、その時になんかこう、もうアイコンタクトして交流するときに、チェルシー持っていくチェルシー食べるみたいなこう、シーンがね、僕はね、覚えてる。たあ、確かそれ間違いなかったと思う。あったと思う。うん。ほら。 チェ,ェルシー、もモつチェルシー。ああ、温度3月いっぱいで終わりか。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。